じゃあ、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。あの、ストッパー、表面アルテマストレートの時のモデルさんですね。はい、ありがとうございます。いや、もう、はい、本当によろしくお願いします。はいはい、どうします？あ、もうショートにしちゃおうかなと。ショート。ショートいっちゃいます？いっちゃおうかなと思って、似合うのであればなんですけど。全然いいと思いますよ。本当ですか？うん、なんか椅子のことバッサリいってしまって、また綺麗に伸ばしていくのもありかなと。確かに、毛先結構傷んでますよ。そうなんですよ。うん、ただ、顔周り長い方がいいかも。あ、本当ですか？うん、長くして、ここら辺はもうこんぐらいショート、はい、で、襟足、はい、短くで、ちょっとトップふんわり、はい、で、行こうかな。あ、お願いいたします。いや、めっちゃいいと思う。あ、やった、うん、お任せしたいなと思って。任せてください。今、うねりとかどうですか？前髪がやっぱ前もうちょうど半年ぐらい経ったと思うんですよ。宿毛かけてから、うんうんうん、やっぱうねりが気になってくる。もう気になってますね。内側はどうだろう。あ、朝はアイロンかけてありますけど、はいはいはい、朝アイロンかけてて、うん、今これぐらいか。こんな感じで。じゃあどうしようかな。ショートだから、はい、めちゃめちゃシャキンってするようなストレートだとなんか全然丸くならないし、はい、綺麗じゃないんで、はい、ただ今この状態、このうねりがある状態でカットしちゃうと、はい、毎日セットできないと思うから、はい、しっかりとちょっとストレート柔らかいのしつつ、はい、バッサリショートいっちゃいましょう。あ、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあストレート準備、はい、じゃあ今日は宿毛矯正とカットいきます。はい、で、まあ一応こういう癖のモデルさん、まあ癖ちょっと見てみようかな。こういうちょっとうねり強くて、で、前回こちらのモデルさんは表面だけストッパーしてロングを綺麗に見せるっていう動画やったんですけど、今回ショートに切るんでこんぐらいうねりがあるとやっぱりスタイリングしづらい。かといってめちゃめちゃストーンっていう宿毛矯正しちゃうとショートの可愛さがないんで、すごい柔らかく宿毛矯正しながらあっさりスタイルチェンジっていうのをしていきたいかなと思います。で、おなじみアルテマですね。アルテマのリッチというのを2対1を使って弱酸性ノンアルカリの宿毛矯正をしつつ、アイロンをするところしないところっていうのを分けて、で、そこであの丸さっていうのを出していきたいかなと思います。まあアルテマの動画はよく出してるんで、詳しいことはそちらの動画で見ていただいて、まずは全体1液塗布していきます。まあセオリー通りブロッキングしてチリつきやすい襟足一線は外して、スポイト塗布ですね。スポイト塗布で、で、今回軟化もそこまでさせる必要はなくて、うねりが取れてショートのスタイリングがしやすくなればいいってだけなんで、もうさささっといっちゃいます。こうやってなじませますね。で、アルテマの、まあ、難しいって言ってるサロンさんは塗布量が明らかに少ないんで、しっかりと塗布してあげるといいですね。ちゃんと浸透を促す、こんな感じ。まあ今日は宿毛矯正の動画じゃないんで、宿毛矯正の動画、ご覧になりたい人はこちら一応やっとこうかなと。うねり結構出てます。出てますよね、うん、やっぱ半年も経つもこうなるんだと思いました。中戸さんの言う通りと思いました。半年に1回だね。いや、本当半年に1回だと思いましたね。そうなんですよね。だから皆さん6月と12月に固まる。確かにちょうどそうなりますよね。ショートどうしたんですか？ショートはでも本当にあの、うん、マッチングアプリで本当たまたまだったんですよ。また使えるかな。やばかった、本当カットしてくださいね。いや本当にたまたまなんかあの通りすがりのなんか、うん、テレビ局でスタイリストやってますみたいな人が、テレビ局でスタイリストやってます、テレビ局でスタイリスト、ヘアメイク、ヘアメイクみたいなのやってますみたいな、うん、なんかあの写真を見て思ったんですけども、うん、なんかショートのマッシュ、うん、ハンサムマッシュみたいなショートにした方が似合いますよみたいな感じで普通に送ってきてDM みたいな感じで。それだけですか？それだけです。えって思って、うん、え、でもテレビ局でやってるからうちに切りに来てくださいじゃないってこと？違うんですよ。なんか私もそういう系で来るのかなって思ったら全然違くて、うん、いや、あなたの顔の雰囲気だったら、うん、そっちの方が似合いますよって言われて、うんうん、え、写真で見てそう来たかって思って、ショートみたいな。なんかこう、なんかあれを集客にしてる人もいるじゃないですか。そう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 、そう、そういう系で僕のお店に来て、いかが、なんかショートの方が似合うからぜひどうですかって提案ではなく、なく一方的に一方的に、で、なんかそういうショートにするんだったら床屋に行った方がいいですよ。床屋？みたいな、床屋っていう提案初めて聞いたわって思って。床屋で、まあ、床屋さんもね、上手だからね。なんか結局そのバリカンを使ったりとかした方が、え、そんなショート、そんなショートまで私を導くんだって思って、うん、
えって思って、でも言われたらどんどんその気になってた。なんかショート似合うのかと思って、ひたすらインスタ調べまくって、うん、女性でショートでしょみたいな、うん、人生でショートにしたことないなと思いながら、うん、でも似合うんだったらワンチャンありかな心が広いそれで僕のとこにそうなんですよ、あの一回別の美容師さんに行ったんですよ、やっぱ迷いに迷って近側のところに行ったんですけど、はいはいはい、なんかやっぱり迷ってるうちにショートにしない方がいいっていうのと、結局うねりも結構強いからやっぱそれだったら宿毛しないと無理ですみたいな感じでお断りされて、なるほどねだよなって思いながら、でもやっぱ宿毛だしショートでしょ、やっぱ長戸さんにお願いした方が絶対だよなって思ってありがとうございますすごいいい感じしますよ、マッチングアプリすごいびっくりした、人生初でしたもん、マッチングアプリそんなこと言われるそんなことあるんだ、いやそんなこと変わった人多いですよね、多いですね、未だかつて触ったことないでも僕いるらしいんですよ、え、間違いないですか写真使われてるみたいな、やばくないですねイケメンだからってことじゃないですか、そういうことですよ、そういうことですよ、なんかインスタから引用されて、はい、で、なんか微妙に合ってる、微妙に違う、なんか年齢が32歳でなんか広告代理店で、で、趣味はフットサルですみたいな、あー、惜しい惜しい惜しい、そうそうそう、なんか微妙にかすってるから俺がなんか嘘ついてそれなんかサバ読んでやってるみたいな空気になってお客さんから言われて、なんかなんかマッチングアプリに行ってなんかちょっと年齢サバ読んでるみたいな感じ、いや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 待って待って待って、本当に違うんですか、お茶おいおいじゃあ浸透剤つけますね、まあこのアルテマなんで早いです、まだ塗布して 2,3 分なんですけど、もうなんかかなり始まってるんで浸透剤つければもうすぐですね、多分5分以内に流せると思います、で何かもそんなに強くしてあのショートの丸み消してもダメなんで、もう早く早くさささっといっちゃった方がいいですね、よいしょ、じゃあこれでお時間をきます、3分で流しでいいかな、じゃあ3分で流します、はい3分経過です、もう一瞬ですね、じゃあこんな感じで流します、え無反応何の決めポーズ、拾ってくれないんですね悲しい、じゃあもう一回やって、もう一回、もう大丈夫ですはいじゃあ流します、いじめだいじめだいじめ、どうぞ、はい、シャンプー上がりました、まあシャンプーといっても栄養成分の強いシャンプーで泡立てて、でアルテマの薬をしっかり流してそのまま中華処理してます、でここでリキッド状の CMC をつけてそのままカットします、宿毛矯正のアルテマの動画でも言ってるんですけど、まずここで CMC をつけて少し時間を置いてあげることによってクリープが行われて、でさらに還元が促進されます、なので少し早めに流してカットを先にするっていうパターンの方が僕はあの綺麗に伸びるしダメージ少ないかなと思います、よしじゃあこのままカットいっちゃいます、バッサリいきます、はい、バッサリショートマッチングアプリ仕様で、まあロングからバッサリカットなんでもう荒切りでいっちゃいましょう、まずいきますよ、はい、はい、さよなら、さよなら、うん、よしキャーボブも可愛いけどね、まずせっかく ね、イメチェンだからショートにしちゃいましょう、また綺麗に伸びて今日はボブもできる、そうそう、ちょっと毛先やっぱ傷んでたから、うん、今日めちゃめちゃ綺麗になるから、うん、ありがとうございます、よしじゃあちょっと下見てください、よし行きましょう、でショートなんでいつもやってるアウトラインはレザーでいきます、しっかりコーミングして肌なじみがいいようにレザーでラインを作っていきます、レザーだからってこうストロークするわけじゃなくてちゃんとショートストロークでラインが出るように、なんかザクザクしたショートを切ってる人今やっぱ流行りで多いんだけど、インスタグラムとか見ててもあれなんかラインが綺麗に出てないショートすごい映えるんだけど、正直1週間したらめっちゃスタイリングしづらくなる、そうそうそう、なんでちゃんとベースカットは切ってあげた方がとか言うと古い美容師会をこの野郎って言われ思われるかもしれないけど、絶対に長持ちするカットじゃないよねっていうのはやっぱ聞けてないんで、ちゃんとあの人に切ってもらうとすごい1ヶ月後も伸びてきてもすごいスタイリングしやすいよねって言われるのが本当にカット上手い人だと思うんで、そこを目指してやってます、はい、で切りました、でここを見てもらうと分かるんですけどうねり取れてます、もうアルテマの
1剤でリッチというのは2対1でこんぐらいうねりが取れてます。もう正直だからアイロンしなくていいんですよ。これぐらい取れてて、これを中和することによってすごいスタイリングのしやすい髪がもう出来上がるんで、これでいきましょう。で首周りがしっかり切り終わったら、もうこっからレイヤー入れてきます。はい、縦に入れて、ちゃんと頭の後頭部が丸くなるようなラインを設定してしっかり切ります。こうで、ハの字スライスで全部つなげていく。こうですね。そうするとちょっと締まりのあるラインができます。で、ハンサムショート、まあ今流行りのショートは耳後ろ締めたいんで、この三つ襟のアウトラインからレイヤーを入れて、耳後ろが短くなるようなラインを作ります。はい、こう。そしたらこの一番最初に入れたレイヤーと、この今耳後ろのアウトラインをつなぐようにカット。そうすると、はい、さらに耳後ろが締まってきて、こう動きのある襟足っていうのができます。逆サイド同様です。まあ大人ショートですよね。なんかすごい10代の子とかのショートってぶっちゃけボブ切って、それをレザーでなんかショートっぽくするとなんか可愛いんですけど、まあちょっと大人はもう少し後頭部の丸みとかそういうの意識した方がいいんで。で結構なんか、まあ自分の尊敬する美容師さんの格言っていうか、10代の子は前髪をこだわれで、20代の子はなんか前方のシルエットにこだわれで、30代は後頭部にこだわれで、40代も後頭部かで、だんだん襟足になってくるんですよ。だから前から後ろにどんどんシフトしてくる。だそれが年代に合わせるっていうののカットの技法だっていうのを習って、確かにそうだなと思って、襟足こだわるとやっぱ結構大人世代の指名客が増えるんで、ちゃんとこの後ろの取り方、かといって後ろばっか上手くても全然お客さん増えないから、前もこだわるんだけど、ちゃんと後ろを綺麗に切れる美容師さんになった方が、圧倒的に 4,50 代のお客様が日本の人口多いですから、渋谷とか原宿でやってるんだったらまだわかるんですけど、郊外だったりとか銀座だったりとかでやってる分には、ちゃんとそういう層を満足させられるような美容師じゃないと、美容師というかカットができないとダメですね。でこのままその角度のまんまグラデーションを入れていきます。そうするとこういう感じ、ふわっと襟足が締まって、このボンドクボの上ぐらいに一番ボリュームポイントがきます。これつなげていきます。でトップは前下がりにしていきたいんで、いつも通りちょっと後ろに引きます。こうして少し後ろに引いて、で切ってきます。ちゃんと形を確認しながら、でそのままの流れでここトップグラデーション我慢、すぐ切りがちだから美容師さん、トップこれでこのまま行くんじゃなくて我慢して、でさらに角度を変えてちゃんと切る。そうすることによって綺麗なアルミっていうのができますね。はい、じゃあ続いて、はい、後ろに引きながら、はい、後ろに引いて、はい、後頭部完成ですね。逆サイド同様です。ボリュームがありつつ襟足が締まって首が長く見える感じです。さあサイドいきます。サイドアウトラインは切っちゃいます。でここの長さがスタート地点で、大人世代は顔を小さく、もちろんこあの若い子もそうなんだけど、顔を小さく見せるから、これをしっかりと下げる。アウトラインを下げた状態でもう一回レザーでアウトラインを決めます。こうして下げる。で頭の丸みに合わせてコーミングして下げる。こうですね。このここから下がっていく。カット。切りましたね。すごいですね。やばい。やばいやばい。すごい。同じく下げてレザーでアウトラインを決める。でこの時前髪が長いんですけど、これは後でデザインするんで、まずはアウトラインを決める。そしたら両もみ上げで長さ確認して、まあ OK ですね。はい、ここにレイヤー入れていきます。で後ろのこのグラデーションのラインをガイドにイヤートゥーのところに全部集める。まずは顔周りレイヤーとか入れるんですけども、まずこれがグラデーションが綺麗にこう前に下がっていく、これを作った後に顔周りにレイヤー入れる方が間違いない。はい、同じくトップも同じくですね。短くなりすぎないように気をつけてください。長さがゆとりを生むんで、ゆとりというか遊びですね、毛の動きを生むんで、で全部イヤートゥーに引いて、で角度変えて、はい、はい、逆サイドです。
はい、切り終わりました。そしたら次、今度顔周りの長さ決めます。顔周りの長さ決めます。もちろんこれはまんまだとめっちゃ長いんで、で少し流れつつこのエラの部分ですね、ここは 100% 隠れるような仕上がりにしたいんで、ちょっとお客様とかモデルさんとかの顔を見ながら一番いいところっていうのを見つけます。そんなに今日は短くしないんで、まず前に下ろす。前に下ろして良さげな顎下ぐらいでレーザーカット、ここパネルになるように水平ですね、なるようにレーザーカットしたら、このサイドのところの角を落とす。同じくこうして、まずパネルになるように切ったらこのサイドとの角を落とす。そしたらだいぶ全貌が見えてきたと思うんで、今度この前髪に切ったレイヤーに対してこの横がグラデーションで重いんで、ここをつなげます。まずモヒカンガイドを取って、一番後頭部の短いところ、ここですね、イヤートゥーのポイントで、こいつが後頭部のボリュームを作ってるから、このイヤートゥーのこのポイントからさっき切った前髪、こいつからこいつをつなぎます。この頭前にこう倒れてるんで、少し前に倒して、でこいつとこいつをつなぐ。そうすることによってここにレイヤーが入ります。こうですね。でサイドレイヤーの切り方と同じなんですけど、こう全部今のモヒカンに合わせて、僕はあのパートによってずらしません。なんでかっていうと左右の髪の量が違うのあんま好きじゃないんで、だからセンターでいっちゃいます。でトップにレイヤーが入って、後ろのこのボリュームポイントの位置は変わらないのがいいですね。でそしたら今切ったレイヤーの角を取ります。今度はトップを横スライスで取って真上に上げて、このさっき切ったレイヤーとグラデーションの角をちょっと取る。この角取りすぎ注意、取りすぎないように、取りすぎないけど取らないと超重い。そしたらブローしちゃいます。まだ縮毛矯正のアイロンなどなどはしてないのでブローします。よし、じゃあブロー、じゃあ乾かします。はい、ドライ、ブロー終わりました。こんな感じ。まあ相当重いですよね。重いんだけど、あの形がしっかり切れてて、むしろこの時点でめっちゃ軽いとすごいダサいショートになるから、こういうボブっぽいショートになるのが今っぽい感じですね。で見ていただくと、まあブローしたんでかなり綺麗に伸びてます。これはしっかりアルテマが還元システムの力で還元してる。あれさっき放置時間ほんと3分とかなんですけど、それでもこんぐらい綺麗に伸びてるんで、ぶっちゃけもうアイロンしなくていいんですよ。これで固定剤つければ丸いショートができるんですけど、あとでアイロンは表面と顔周りぐらいはちょっと入れていきます。でまずこの状態でトップカット、恒例のやつですね、ちょっと下見てください。カットでいろいろ形はできてんだけど、まだまだ全然重たいんでチョップカットで削ります。テニング初っ端からいかないように、トップでまず形を整えてからテニングですね。テニングイコール悪っていう考えの方もいて、あんまりテニング入れないっていう人も多いんですけど、僕ショートはやっぱ入れないと絶対的に形が出ないんで、ただその前に必ずチョップを入れて不必要なとこに入れない。テニングで作るショートほど全く持ちの悪いショートはない、カットはないんで、ちゃんとまずチョップである程度の重さを取ります。横スライスです。まあいつも通りですね。チョップはしっかりと早く、丁寧に早く。でチョップが終わると大体の形が見えるんで、そっからスライド入れたりテニング入れたりしていきます。はい、横スライスでちょっと上に上げてどんどんいきます。何度も言うんですけど、横スライスが一番ぼってりとしたブラントのラインが取れるんで、縦の方が切りやすいし、なんか見た目もかっこいいんだけど、横の方が一番手早いですね。だいぶ取れました。はい、サイド。チョップででもブラントは取るんだけど、ライン崩しちゃダメですよ。ライン崩すぐらいデタラメなチョップカット入れると結局それまとまんないんで、お客さんが自分で乾かしてスタイリングができるっていうのがもうカットの基本なんで、だから重めの方がいいんですよ。軽くしてめちゃめちゃかっこいいスタイル作ってもお客さんが自分でできなくてパサついていろんな方向に跳ねたら意味ないんで、だからそんなにすかないように。その場はかっこよくても家帰って洗ったらできなくなるから、ちゃんと一回重めで確認してみる。横スライスでブラントのラインを削る。ぽくなってきたの分かります？やばい。いい感じ。そうそうそう。で、あとは重いとこを削ります。これはもう縦でいいですね。横が全部一周終わったら縦で重いところを削っていきます。で、ある程度形が見えるまではもうチョップだけでいいです。本当にこんぐらいバッサリ切った時は、なんでかっていうとそれぐらいブラントのラインが強く残るんで、あの10センチ以上切った場合、だからチョップである程度形が見えるんで、そこまではひたすらチョップカットで切ります。もうセニングで言うとバラバラになるから気をつけてください。
あとは鏡見ながら重いところ、まあ襟足はまだ重いんです。もう一回下見てください。今度は縦で削る。でセニング入れたりスライド入れたりこの後にやってもいいんですけど、僕はどっちかっていうと縮毛矯正終わってからですね、これでチョップだけで形がついて、あとほんのちょっとは最後の仕上げの時でいいと思います。こういう時にやっぱシステアミン系アルテマもそうなんですけど、還元剤っていうのは本当に柔らかく仕上げてくれるんでいいと思います。すごいアルカリによらないし、まあアルテマ自体は中性域弱酸性域の還元剤なんで、すごい柔らかい質感でダメージも少なくできますね。よし、だいぶシルエットができたんじゃないでしょうか。で細かいところは全部ストレートが終わってからやります。でこの後ストレートアイロンをするんですけど、全部やりません。なんでかというとショートはこの丸みボリューム感だったりとか、こういうくびれとかが大事なんで、基本的にはもうブローである程度の癖が伸びてるんでやらないです。ただ表面のツヤだったり顔周りのうねりだったりっていうのはどうしても縮毛矯正ストレートアイロン通さないと取れないんで、そういうのを狙い撃ちします。じゃあ行きましょう。まず一番うねりが出ると困るこの前髪で、全部やんなくていいです。中間ぐらいまでサクッと。ショートの縮毛矯正は本当に丸みをいかに残すかが勝負になってくるんで、ある程度取ったら毛先は通さない、根元にちょっと熱を置いてくる、プレスもしないです。そしたらこの顔周りの癖っていうのはなんとなくあのだらしなく見えるんですよね。ここら辺が湿気とかでチリチリしだすと、なんかどうしてもあの人ちゃんとしてないみたいになってくるから、ここら辺はピタッと抑える。まして今マスクしてる人が多いんで、マスクのところから自分の息が顔周りにかかるんですね。特に前髪、そういうのでどうしてもチリチリしやすいです。ましては梅雨時期の湿気でチリチリしちゃったらよりだらしなく見えるんで、ちゃんとこういう顔周りしっかりやります。毛先は入れてません。で次表面ですね。表面も一番湿気を吸いやすいとこなんで、本当にあのやりすぎない勇気大事ですよ。どうしても綺麗にしなきゃって思うんですけど、それぶっちゃけお客さんそこまで求めてなくて、丸い方がいい。ドライヤーで乾かすだけで形がつく方がいい。で顔周りというかサイドと前フロントは終わりなんですけど、いいじゃないですか。やばいですまだもうちょい良くないでバッをどんぐらいやるかなんですけど、一番普通にもうこれで形いいじゃないですか、ブローでな。だからこのままでもいいんだけども、締めたいところどこって言ったら耳後ろに関しては癖取っちゃいます。ここまあカットでへこませるんだけど、量を取るときにこの耳後ろが膨らむと困るんで、もう一番へこましたいところに関しては、で毛先はやらない、熱を軽く通すだけ。はい、そしたらここら辺は基本的にツヤが出てる表面なんで、根元だけ軽く温める。丸みをつけるようにアイロン。本当に丸みつけようと思ったら片側にコーティングですね。熱を上と下で温度変える。下になんかペーパー巻いたりとかそういうことして、で温度を変えることによって丸みはつくんですけど、それやっても多分よっぽどの熟練した人じゃないと難しくなるんで、こうやって欲しいとこだけアイロンするのがいいと思います。はい、終了。じゃあ中和します。簡単です。顔周り、耳後ろ、表面、これだけアイロンします。じゃあ中和。はい、じゃあこのまま固定していきます。こちら中身はアルテマのリトーノ 1.5% ですね。オキシ 1.5%、 これリトーノってカラー剤のオキシですね。少ししっとりめになるんでガンドローションよりもいいです。これに、20% GLT500、グリオキシル酸レブリン酸が入ってます。でその酸の力によってダメージ補修されるのとともに、さらにツヤ出しの効果があります。もうスポイト付けでサササッと全体につけますね。もう特にコツとかはないです。普通にバーッと髪の毛を濡らすように。現場感ですけど、このリトーノの 1.5% に GLT の相性めちゃめちゃいいです。しっとりとサラサラ両方叶う、そしてツヤがめちゃめちゃ出るんで、本当にあの縮毛矯正の2液としては最強のパワーを誇ると思います。なんか薬剤についての質問はあの概要欄に自分の公式 LINE が載ってるんで、そちらからお願いします。はい、ただつけただけです。簡単。このまま、5分置いて流します。はい、少々お待ちください。はい、はい、5分経ったんで流します。もうしっかりとトリートメント成分も浸透していいんじゃないでしょうか。でこうやって流すんだけども、後処理、本当に縮毛矯正とかカラー全部そうなんだけど、前処理とか薬を考えたりとか何やっても後処理ができてないと確実にダメージにつながるんで、後処理しっかりします。でましてや荷材に加水、過酸化水素水使ってるんで、過酸化水素水って結構残るんですよ。でその残った過酸化水素水っていうのがめちゃめちゃ悪さをして、髪の毛にもちろんダメージを与えるのもそうだけど、頭皮に残ってしまうと薄毛とか白髪の原因になって
になったりするんで、うちでは絶対にカタラーゼを使ってしっかりと暖流の過酸化水素水を取ります。じゃあ流しで、流した後にアフターカラーフォーム、ゼロってやつを使って、それにはヘマチンとカタラーゼが入ってるんで、それでしっかりとチェンジリンスして残留の加水取って最後仕上げましょう。お願いします。はい、上がりました。お疲れ様でした。はい、はい、じゃあまずミストつけて乾かします。ミスト最近激推し PLT01、 主成分がレブリン酸です。薄くしてこうやってつけることによってしっかりとあのサラサラの状態っていうのをキープしてくれる、すごいもうめちゃめちゃ優秀なミストです。ちょっと高いです5500円。高いです。でもほんとサラサラになる。すごいですよこれ。興味ある方は公式 LINE にどうぞ。はい、よくコーミングして形がだいぶショートいい感じじゃないですかね。じゃあ乾かします。はい、はい、ちょっと一回見てほしいんですけど、ちなみにまだブラシ入れてないし、毛先ちょっとまだひんやり濡れてます。これ今乾かしただけ、ハンドブロー、ブラシは一切入れてないです。入れてないですよね。嘘ついてませんよ岩崎入れてないよね。え、嘘なんでふざけ入れてませんで、これ入れてなくてさっきやった癖とかをこうやって見てもらうと、顔周りはしっかり綺麗に伸びてます。むしろまだ濡れてますからね。ちょっとで顔周りは伸びてて、このトップのふんわり感残りつつ、ちょっと内側はまあ少しちょっとうねり残ってる感じで、表面はこのツヤ感がありつつの微妙にこのうねりがあるのは、ちょっとこれブローしてあげることによって丸さが出る。乾かすだけでこんぐらいできたら相当楽だと思うんで、こうちょっとまだまだドライカットとかもするんですけど、ある程度乾かすだけでここまでできるっていうのが、このショートの縮毛矯正、アルテマを使ったショートの縮毛矯正の一番いいポイント。こんぐらいが一番お客さんやりやすいんですよ。本当に微妙に癖が残ってても、さっきのいらっしゃった時の癖、あの一番最初前半で見てもらったあの癖がほぼほぼ取れてる。でしかもめちゃめちゃサラサラ。ちょっと一回触ってみてください。やばいでしょ。OK。 じゃあこれ一回ブローを軽くして、でさらにドライカット仕上げていきます。ショート、じゃあブローをします。はい、ブロー終わりました。もうめっちゃ綺麗ですね。でじゃあこのままドライカットラスト仕上げていきます。でパッと見襟足がちょっと全体に比べて長いんで、少しこれを整えます。でほんのりこの三つ襟のところが長いなって感じなんで、ここももう微調整ですね。微調整は特に理論というよりはセンス、少しずつ整えてってあげる。そしたらこの上のところがちょっとボテッと重いんで、多少スライドを入れる。髪の量の多い方だったらセニングいっちゃった方がいいかもしれないですね。こういうちゃんと締めなきゃいけないところっていうのが。でその上はちゃんと見ながら膨らんでるところを、そしたらこの前髪の流れるところもスライド。はい、逆サイドも同じくいきます。もうショートは大胆に量は取ってあげないとダメですね。ましては癖があるショートなんで、まあもちろん一番スタイリングしやすいように矯正はかけたんだけども、まあこうやって癖が出そうなところっていうのはちょっと取ってあげたりとかで、バランス見ながら一番いいとこを狙う。で最後微調整のセニング、これセニング 5% のやつですね。普段使ってるやつよりもより取れない、ほんと微調整に使うやつですね。よし、いいじゃないですか。すごいですね。全然変わっちゃった。ちょっと毛飛ばして。良くないですか。めっちゃいいです。いい感じ。すごい。でスタイリングはなんとなくまあ癖取れてるんで超楽なんですけど、少し丸みをつけるようにストレートアイロンで軽くブローしてあげるイメージですね。少しこう挟んだらちょっと手首を返してあげる。そうすることによってちょっと今っぽい柔らかいカールができるんで、あんまり挟んでギューってやるっていうよりはこれで熱を通してあげるだけで、トップの根元だけ少しこうやって持って挟んだらその場でひっくり返して、そうするとふわっとボリューム感が出ます。こんな感じでカール感出したらリンクバームおなじみですね。これぐらいよく手に伸ばして全体になじませます。よし、おお来ましたね。来ましたね。すごい。ちょっとやってくれもらっちゃいました。はい。はい、すごい。よし。こんな感じのショート。これでアプリもうまくいきね。もう消しちゃった。ちょっと一周回りましょう。この後頭部の丸みが首を長く見せたり、スタイルをよく見せたりとかするっていうのが一番いいですね。お疲れ様でした。すごーい。めっちゃいい感じですね。めっちゃすごい。よし。
はい、こんな感じで今日は、ショートのカットと癖を生かした宿毛矯正、ショートの宿毛矯正ですねっていうのをやらせていただきました。お疲れ様でした。ありがとうございます。めっちゃ軽い。全然違う。でも全然時間も経ってない。多分、まあ、2時間もかからずできるっていうのがこの、まあ、ストレートの良さかなと思うんで、スタイリング調子やすいです。普段のスタイリングっていうのは乾かすだけだけで、でブローしたら髪が綺麗になるし、さらにストレートアイロンで打ち巻きすると動きが出る。それだけ。ありがとうございます。はい、じゃあこんな感じで今日は大変身バッサリ30ぐらいいったかな、いきましたか、はい、30センチぐらい切らしていただきました。ありがとうございました。いや、ありがとうございます。2度目の登場。いや、もう本当もう任せちゃいます。じゃあ今日終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。